すっぽかされなくてよかったわ。いや、そうで、来たよ、ペコーラ。え、待って、みんな変わってる。あれ、ね、ここにあったさ、ポスターなくなってる。あまりの趣味の悪さに変えたんか。意外かもしれないが、これでも俺は約束だけ守るタイプなんだ。そうなんだ、約束は守るため…約束を守っていただいてありがとうございます、ペコラさん。ちょっと待って、なんかユリの顔が…お前大丈夫か。あなたに気苦労を負わせていないといいのですが、馴染みがない文学の世界に突然飛び込ませているようなもので…いや、え、待って待って、全員やばくない、これ全員やばくないか。もう何や、甘やかす必要なんてないでしょ。最初だってモニクに連れてこられなかったらいけなかったんだし、本当はさゆりなんだけど、あなたはここに来てただだらだら過ごそうと考えてるかもしれないけど、真面目にやらないならここで過ごす時間もそう長くないと思いなさい。え、見えない見えない、ね、あなた見えないよ。あなた急に出しゃばってくるじゃん。夏季に漫画コレクションを備えてる割に大口叩くの。え、あんたさ、出すぎ、マジで。後ろ下がんな、モニカ。どうしちゃったの、あんた。間違えちゃってるよ。夏季はモニカと漫画どちらともつかずの言葉を発しているようにしている。漫画は文学だな。自分に自信がないからそうやって他人に八つ当たりして。どうした？これあえてペコーラここにしとく。ほら見て、これペコーラはここにいてもおかしくなくない？ペコラさん、ヤッホーペコラくん、ヤッホーペコラくんみたいな。ね、ペコラくん、何？私たちはちょっと外に行かない？え、この状態で？この状態で？ね、え、あんたなんかすごい出過ぎじゃない？さっきから。あ、出れたの？え、あの状態から出れんの？え、嘘でしょ？探しに行こう！ユリー！俺は廊下歩き始める。はぁ、はぁ、はぁ、何？大丈夫？角が曲がったところから聞こえる誰かの呼吸のようだ。シー、え、トイレ？
縛りながら息を吸い込むような鋭い呼吸、あ、呼吸だった、ごめん。苦しんでいるのか？角に曲がった先を覗く。ユリ？うわー！モニカちゃんが聞いていようと知ったことじゃない。ベクラさん、お願い、あなたをどれだけ愛してるかを知ってほしいんです。あなたのことが愛しすぎて、あなたから盗んだペンで自らを慰めてしまうほどなんです。あ、盗んだんだ、あれ。あ、ね、落ちてたんじゃない。あなたの皮膚を切り裂いて、あなたの中に入り込みたい。あなたのすべて、病院行こうかね。病院行こうかな。ねえユリ、もうちょっとあんた普通に愛せるんじゃないかな。そして私もあなただけのものになる。これで完璧でしょ。ピコラさん、教えてください。私の恋人になってくれるか、私の告白を受け入れてくれ。どうすんのこれ。だってこれさ、はいって言ったらさ、食べられちゃうんじゃないの。ペコーラ、ユリのことは愛してるんだろ。いや、愛してると好きだけど、こんなにも重いというか、重いって言って失礼か。こんなにもなんか、あなたの皮を切り裂いてあなたの中に入りたいみたいな、食べられたくはないんだけど。愛してるならはいを押せ。好きだけど、はい。ここはスキップがいい。スキップなの？ずっとこれ？スキップしないと永遠に言ってる。